ではここから女子ブロックに入ります。じゃ次のグループの方お入りください。左方お願いします。ボニーです。SM バーで働いてて今プロ目指して、格闘技してます。戦いたい相手は殴り合いが好きなので殴り合いできる選手がいいです。でもボニーさん経歴すごいですね。20年以上やってるってことですよね、格闘技トータルだと。そうです。はい、では次の方お願いします。ミレイと申します。前回のブレイキングダウン6に、参加してたんですけど、まあ、全カットされちゃって、で、まあ、本当に悔しくてラストチャンスをつかみに来ました。で、まあ、前回言えなかったんですけど、将来自分のアパレルブランドを持つことが夢で、ブレイキングダウンと出会ってその人生を変えたいっていうきっかけをもらえたんで、きっかけを与えられるようなお洋服を作るっていうのが今の夢です。戦いたい人いるんすけどいいですか言って。なんでそこにいんのマジで。まあ投票で選ばれたからじゃないですか。腹はちゃんと痩せました？はい、どうぞ。なんすか、このプルンプルン。このプルンプルン、可愛くないですか？結構これバズったんですけど。で、同じ曲審で。あ、曲審やったんですか？そうです。で、見たことあるんで、同じ会場にも多分いたんで。マジですか？まあ、だからとりあえず、やりましょう。試合。本当に強いんですか？で、世界は8位までです。おぉ。いや、舐めてるっしょ、その顔。だってじゃあチャンピオンですよ私、世界チャンピオン、うん、これですけど、はい、こっち勝つ気で来てるんで。でもあなたの今の経歴を聞いてやりたいとは思わない？正直。なんで？だって私より明らかに弱いじゃないですか。まあ一旦自己紹介全員終わってないから、一旦全員自己紹介を、ま、聞いてから考えてください。はい、次の方どうぞ。杉田風花です。私は12歳から空手をやっていて、で17歳の時に極真の全国大会で3位になったことがあります。で今は3人の子供を育てながらムエイタイやってるんですけど、試合も今3試合して今2勝してます。で空手やってたんで、まあ、岩地さんかセリナさんとやりたいなと思って来ました。面白い試合できる自信があるのでよろしくお願いします。ありがとうございます。どうぞ。はじめまして、神奈川県から来ました16歳の吉本アンです。現役高校1年生です。格闘技経験は和道流の空手が4年、キックボクシングが今2年半です。で試合はまだ出たことがないんですけど、中学2年生から結構やんちゃしてて路上では無敗です。なんで誰が来ても勝てる自信あるんで JK の試合させてください。お願いします。そのアピールとかその戦いたい人とかいらっしゃいますか？私セリナさんと戦いたいです。私もセリナさんとやりたいんですけど、空手で多分みんな結構やってる人多いんですけど、多分私が一番経歴的にはこの中では上かなと思うんで。おお。ちょっとシャドーしてください。シャドーもうちゃんとしてますね。で、まあ、空手で言ったら全然確かにすごいと思うんですけど経歴、まあ、この中だったら絶対私が一番空手の経歴あると思うんでぜひやりたいです。はい、自分は岩地とやりたいです。だから2人戦ってもらいます？ボニーさんと。はい、
え、いますか。はい。あ、OK です。彼女と奥の子、一番奥の女子高生と一番右の人が今戦って勝った方がセリナちゃんで、で、あのそのピンクの靴の方とボニーさんが戦って勝った方があの方でいいんじゃないですか。おやりたいなら勝てよ。当たり前だろ。ボニーさん、あ、じゃあ中央来て。あ、なんだよ。はい、いきます。レッ、はい。離してよ。ゴー、はい。はい、ストップ。タイムトップ。いい。はい。30秒。はい、ストップ。離れて。よ。はい。ナイス。いい勝負やな、これ。離して。頭気をつけて。はい、ストップ、ストップ。はい、離せ。はい、中央来て。いろ。マジで人生買いに来たんで、よろしくお願いします。いきます。はい。はい、捕まないよ、捕まないよ、捕まない、離す、離す。はい。はい、捕まないよ、離してよ、離してよ。はい、ブレイク、離して。はい。捕まないよ、捕まない、捕まない、離して。10秒前。はい、ストップ。はい、ストップ。じゃあ、せいやちゃん、いろ。ありがとうございました。今子供3人いて、今育てながら格闘技やってるんですけど、あの死ぬ気で2ヶ月間頑張って練習します。よろしくお願いします。頑張ります。です。私喧嘩道のキャラクターになったの、すごくない？あれ、何してんの？あ、私喧嘩道のキャラクターになったんで宣伝しようと思って動画撮ってるんです。へえー、すごいじゃん。てか前回とだいぶキャラ変わったよね。いやもう、みくりさん勘弁してください。なんと今だけキャンペーンコードを入力するとブレイキングダウンの選手がゲットできる。キャンペーンコードの入力方法はチュートリアル突破後イベントバナーから運営個人チャットで。イータローちゃんを、使うとゲームの中で暴れられるんで、皆さんダウンロードしてください。次のグループの方お願いします。よ、入れ。させさせさせ、痛いっすって、痛いっすって。姉さん痛いっすって。痛い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 。もうボールなんだもん。椅子やれ。もうほんまも椅子やれ。ちょっと姉さん、すみません、ほんま、すみません。あ、やれって。ちょ、わかりました、わかりました。さぜ、痛いっすって。いや、ちゃうやろ。痛いっすよ。ボールか反対。はい、でお願いします。前回6で、オーディションまで出たアキです。
前回のオーディションで結構荒れちゃって、オーディションまでしか出れなくって悔しかったんで、もう一回応募しました。で、本当は土方の駅とやりたいんですけど、ただ前回の件もあるんで、私今回飯太郎とやりたくて応募しました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では次の方どうぞ。はい、TikToker、 裏側はヤンキーやね、エイリアン2期の姉、アンリことしつけアンリです。姉さんちょっと声小さいですわ。何が痛いっす、もうちょい行きましょう。声小さいです、姉さん。はい、今回、まあね、いろいろオーディションの YouTube とかも見させてもらって、何やったっけ、なんかヤンキーにいじめられとった。はい。で、なんかヤンキーとやりたいとか言っとったけど。うるせえ、やりまん。やりまん、誰がやりまん。うるせえ、アパスで喋んな。あ、もうちょっとこっから姉さん動かれんから揉めんのやめてください。お前黙っとれ。揉めんのやめてください。で、まあ、私エイリアン2期の姉ということで、ああ、まあ、ヘズマのね、嫁とヘズマ、まあ、女男で対戦できてもおもろいなと思ってます。ダブルマッチが、ダブルマッチ、ダブルマッチ。姉さんちょっと一回休憩していいですか。うっさいってお前黙っとけ。ちょっとすまん、ほんますまぜん、ほんますまぜん、ちょっと一回休憩。はい、お願いします。はい、次の方どうぞ。はい、私プリンセスことハルアニーと申します。この会場にお花を添えにやってきましたわ。こういう見かけですので喧嘩できないと思われるんですけども、六本木で数々の経験をこなしてまいりました。私戦いたい相手がまだいないんです。この中で生の喧嘩を経験した方はございますか。生きた喧嘩したことあることないでしょう。あなたあるよ。声がちっちゃい。あ、危ない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 ですよ。やばい、抜かしてやる。当たっとんねん、どけや。これ以上ちょっとどかれへんすよ。当たっとるって。俺は立てや。髪の毛引っ張るのに喧嘩って言われんだよ。早く座って。お尻バッチうっせえてめえは。ここでやんなって。ごちゃ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 、うっとうしいの。すいませんすいません、ちょっと落ち着いてください。一回落ち着いてください。いいんです、乱闘は慣れっこなんで。ああ一回落ち着いてください。まあよくぞ。乱闘になってねえから座れよ。もうすぐ危ない危ない。もうクソやるわ。見苦しいぞ、ただの髪の毛の引っ張り合い。最悪です。セットしてきたのに私からは手出しませんから。じゃあ次の方どうぞ。はい、みそぎ中ちっぱいお姉さんこそえこと AV 女優結城ルミナです。サンプルは見ていただけたでしょうか。私、AV 女優として活動しているのですが、昨年逮捕歴がありまして、ただいま更生中でございます。で、人生どんなことがあろうとチャレンジあるのみと思って今回も挑戦させていただきました。よろしくお願いいたします。では後ろの方どうぞ。こんにちは、ハブネモ。どうもゆっちゃんです。私は、ただうるさいだけのヤンキーもどきに昔から死ぬほど嫌な思いをさせられてきました。なので、ヤンキーもどきをぶっ殺してやりたいと思ってきました。よろしくお願いします。はい、次の方どうぞ。私は2年前に捕まって留置所で再逮捕されて今執行猶予中です。この中では一番強いと思うんで喧嘩勝って人生変えに来ました。お願いします。宮里さん、はい、何ですか、持ったんですか。タイマーです。タイマー、うん、ぬるいな。2人どうですか。そうですね、相当腹立っておりますので我慢した方です。私ここは面白いと思うんですけどね、普通に今。あ、私もう どっちでもいいんですけど、本当に私いじめられたキャバ嬢にそっくりなんでぶっ殺したいっていうのもあるんですけど、それはなんかもう八つ当たりなんでちょっと待ってください。はい、すみません。一旦そこ試合決定ですか。じゃあ2人お願いいたします。でも、ね、格闘技経験とかあるん。おアバズレ引っ込んでる。なんでそんなアバズレアバズレ言われてんだよ。なんでここでこんなの連れてきてんだよ。そういうとこだよ、いじめられんのも。なんで私は喧嘩してる気に来てる人に自分の経験を言わなきゃいけないんですか。仲良くするわけないんですけど。威嚇で返せよ、そういう時に。だからやめられんだろ。ルル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 ちょっと、すみません、ごめんなさい、ごめんなさい。痛い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 、やろうや、ストップ、はい、いいっすか、ここやって。
じゃあやりましょうか、そこお願いします。いいですか？ ありがとうございます。トラウマもっとトラウマにしたるわ。アキさんはなんで私とやりたいってずっとなんかツイッターでもいろいろ書いてたりとかぐじ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 やってたけど、なんでそんなに私とやりたいんですか？前回のオーディションでああいうことがなければもっとアピールできたかもしれないし、スパーリングだってする時間もあったのに、そういうのも考えないで自分たちのことばっか考えてやってたからやりたいなと思っただけ。前回のオーディション、まあ確かに暴れちゃって迷惑かけちゃったかもしれないけど、暴れてなくても多分面白くなかったからカットだと思うし、今この状態でも全然喋ってないじゃん、うん、私が質問して振ったから今喋れてるけど、他の人の方が全然喋れてるし、そもそも無理だと思う。そんな相手にわざわざ私はやりたいっていう気持ちにならないし、確かにその件は良くなかったって思う。前回の件はそれがなくてもあなたは無理だったと思う。別に喋るために来てないからさ。だからアピールね、アピールできてないから試合も組まれてないと思う。だからあなたとはしません、つまんないから。以上です、ありがとうございます。質問以上です。すいません、青パーカーの子は体重何キロなんですか？今50ぐらいです。53とか無理ですか？いや全然大丈夫です。むしろ増やすのは元々私やりたいって言って来てくれてるんで、私この子とやりたいなとはずっと言ってきたんで。もともとドガトネキさんとなんでやりたいっておっしゃったんですか？やっぱ一番強いからですね。キャラが似てるとか言われることもあったんで、だったらまあ強い方がそこにこのミスブレイキングダウンの席に座るのが一番いいんじゃないかなって思って。まあ一旦検討で。はい、お願いします。もう NFT キャラ買いました。いや買いたいんだけど、どうやって買ったらいいの？買い方は意外と簡単なんですよ。まず必要なのは口座を作ることです。次にウォレットっていうネット上の財布を登録して、あとはゲームのアカウントを設定するだけなんです。なんで簡単そうじゃん。そうなんですよ、やってみると意外と簡単なんです。それに今回セールページにも初心者ページがあって詳しく載ってるから誰でも簡単にできちゃうんですよ。なるほどな、見てるお前らもやってみろよ、プロジェクトゼロ。それ俺のセルフじゃないですか。では次のグループの方お願いします。アイドルグループで活動してます、アルティメットミキと言います。よろしくお願いします。ババうるせえ音楽。ごめんちょっと待って、黙れ、はい、ババアと言われて傷つく時代はもう過ぎたっていう記事がうるせえから黙れ。ヤフーニュースで1位取ってんだよ、うちら悪いけど。アラフィフアイドル50というところのメンバーで、リードをやってます。聞いてねえよ、座れば。ピロリンと申します、よろしくお願いします。てめえうるせえんだって、なんで言ってんの。お前さ、人の話は最後まで聞けっつって親から習ってねえのか、うるせえんだってば。ば、なんでやろ。どっちもうるせえ、座れや。黙れ、お前食べたら調子ないんだよ。お前ら裏でキャッキャキャッキャ言ってたら黙ってたら、何も喋んねえ。はい、じゃあ次、どうぞ。元気ジャパンっていうナンパ系グループ YouTube の一員として活動しています、ちゃんゆと申します。よろしくお願いします。次の方どうぞ。はじめまして、人材ほのかです。マルチアスリートとして活動しています。今年はスパルタンレースで日本一、アジアで2位になりました。スクワットは、フルスクワット80キロ、マラソンは100キロまで走れます。よろしくお願いします。信原そらくんの、彼女と噂されているあみみです。あ、いや違います。え、違います。 KO 勝ちしたいと思ってます。お願いします。で最後どうぞ。バビオンブーのアジです。最近 YouTube 始めて、職業ダンサーです。血流でカクテル作ってます。やめとけやめとけ。何作ってんの。できんのかじゃん。おい、お前やれよ。じゃけんの。
ちょっと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 あなたの方が痛いからやめてくれる？なんか性格悪い清楚ビッチ嫌いでなんかそういうやつやりたいなって思ってたんですけど、なんか中途半端なギャル言いたろ、なんか前回の放送とか見ててなんか調子乗ってんなと思ってて、なんかミラタムいなきゃ何もできないのかなと思って。試合決まってますか？いや私もあのゴリラとやりたいですね。なんかケツ出せばいいと思ってゴリラ。そうっすか。お前でいいよ別に。いやマジあいつやりたいっすかしで。ボコボコにしたいっすよ。中途半端なギャル。もう一回ケツ出して、もう一回ケツ出して。もう一回見して。ここで見して。ねえこれわかんのかどうよこれ。頭の負けてめ、性格悪いんだよてめ、つけまつげ取れてんぞ。いいんだそれくらいちょうどいいんだよ。これくらいが重要で分かってるのか。クソゴリラ。試合やりますか？やれよケツ女よろしくな本戦。オーケーやるべ。ケツで勝負で。あそこ試合決定っすもん。ブレイキングダウンセブンを一緒に盛り上げていただける企業様も募集中です。お気軽にお問い合わせください。ブレイキングダウン公式アプリがリリースされました。独自コンテンツ盛りだくさんなのでぜひダウンロードしてください。スペシャルアドバイザー朝倉海、白川リフトが密着するオーディションの裏側は近日公開。価格が遅いんですよ。どうも宮迫です。さらに多くの YouTuber のチャンネルからも特別コンテンツを配信予定。こちらもぜひチェック。